新茶学班、またゆか先生ですよ。早内、ちょい何に？学班声中。本来、順大君好。ぬうふのはいにゃ。今日の文法は、何々はともかくと、何々というものではない。この二つ勉強していきましょう。バドバイ。一つ目、何々はともかく。この意味は、何々は今考えないでとか、何々は今置いといてという意味です。接続は簡単です。名詞プラスはともかく。例えば、皆さんドリアンご存知ですか？そう、ズエンニャ。ドリアンとっても臭いですよね。臭いけどめっちゃ美味しいですよね。ドリアンって匂いはともかくとっても美味しいですよ。匂いは今考えないで、でも味はとても美味しいですという文章です。他には人について話すとき、例えば私の彼氏。彼って顔と服装はともかく性格がとっても優しいんです。服装と顔はちょっと不細工だしだらしない。でも性格はめっちゃいいです。こういう意味です。あとは例えば話を変えたいとき、それはともかくというフレーズもよく使います。例えば何か話をしていて、それはともかくお腹が空いたからご飯食べに行こうとか、それはともかく今は仕事しましょう。このように使います。では短い会話を見ていきましょう。はぁ、お母さん、また N に不合格だった。まあ結果はともかく、よく頑張ったよね。いや、あんたの頑張りはともかく、合格しなかったんだからもっと勉強しなさいよ。ま、勉強はともかく、お菓子食べよ。絶対また落ちるわ。では、二つ目の文法です。何々というものではない。この意味は 100% こうですとは言えませんです。接続は文章の最後は普通形でプラスというものではないをつけてください。例えば皆さん日本語を勉強していますよね。でも日本語を勉強して日本へ行った、日本へ留学したからといって日本語が話せるようになるというものではないですよね。日本へ行ったからといって 100% 日本語が話せますとは言えませんね。たくさん勉強しなければなりません。このように使います。あとは子供の失敗をただ叱ればいいというものではない。そうですよね。何か子供が失敗した時に、もうどうして失敗したの、もうなんでなの、バカ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 、ただ怒るだけではダメですよね。どうしてそんな失敗をしてしまったの、大丈夫だった、何か子供の話も聞かなければいけませんよね。もちろん叱ることも大事ですが、 100% 叱るだけでいいとは言えませんね。あとは野菜をたくさん食べれば健康になるというものではありません。そうですよね。野菜だけでは健康になりません。肉とかお米とかフルーツとかいろいろ食べないといけないですよね。野菜を食べるだけで 100% 健康になりますということはできませんという文章です。では短い会話を見てください。昨日12時間も勉強したよ。やばくない？でもさ、長い時間勉強すればいいというものではないよ。休憩もしないとさ。でも休憩すればいいというものではないよ。集中できなくなるからさ。まあ日本語をたくさん勉強しても日本語が話せるというものではないけどね。そんなこと言わないで。毎回高評価。皆さん、私と一緒にもっと日本語を勉強しませんか？ズンモリで皆さんのことお待ちしております。ヘンガプライ、またね。